こんにちは、ロングです。坊主でございます。今回もいただいた質問の中からちょっと今回は気分転換について話そうかと思うんですけど、質問が、お二人が気分転換になっていることは何かありますか。ロンゲさんは外食にあまり行かない、外出もそんなにしない、うん、ということでしたので、在宅ワーカーの私として興味があります、うん、という質問でした。なるほど。なので何か気分転換に行っていることはありますか。ヨー君、ヨー君はでもそもそも朝散歩とかもなんか気分転換になりそうだけど、なんかルーティン化してるからあえての気分転換というかは分かんないけど、ルーティン化してるのがもう朝起きてその瞬時に外に出て散歩に行く、うん、30分ぐらいコーヒー飲みながらブラブラしてポッドキャスト聞きながら朝日を浴びてビタミン D を生成すると、うん、まあ聞くからに気分転換になりそうな感じでそうやっぱり散歩はいいです。でも朝起きてすぐだから別に気分転換する必要ないわけじゃん。気分転換って何かやった後のはちょっと気分変える か、気分を転換するってことじゃん。だからまあそれは目を覚ますっていう行為に近いか、それは、うんうん、そうそうそう、うん、まあ、あとパッと思いつくのはやっぱり充実、あ、そう、まあ、週最近 1,2 ぐらいなんだけど、気分転換の度合いが違うよね。これなんか数日溜まった疲れを充実に行くことでスッキリ解消するっていうさ、なんか違った疲れを、多分体的な疲れをあの強制的に加えることで精神的な疲れだったり、座った状態で膠着してる状態のものをこう緩めるための、気分転換として充実が上げられますかね、うん、先生は。俺もでもね、そんなに意識的になんかしてるものはあるのかっていうとそこまでなんだけど、なんかその、まあ、過去動画で見てくださった方は、うん、うち通称ワタファームというベランダの笑ってるじゃんワタファームって言うのさ結構恥ずかしいなって、うん、恥ずかしいなね、ちょっとね、もうこれからどんどん言ってほしいですね。そうね、でもワタファームっていう通称ね、はい、まあ、ベランダ菜園なんですけど、はい、ハーブ、要はバジルとか、大葉とか、それ育ててるんですよ、うん、で摘んでね、あのサラダに入れたりとかピザに乗せて食べてるんですけど、それを1日2回ぐらい様子見に行くもちろんその水揚げとかも含めてその土がちゃんと湿ってるかとかを 見つつ1日2回なんていうの、そう2回あのこうプランターがこうある、ずっとこう全部こうやって見てるわけ。怖えよ。あと葉っぱがさ、次どの葉っぱが育ってるかなとか、はいはいはい、これだったらあと2日ぐらいしたら収穫できそうだなっていうのを、あれ朝よりちょっと成長してるかもみたいなのを結構見て、ずっとこの姿勢で5分ちょっとぐらいファームの様子を眺めるということはしているけど、結構癒される。でもね、ご覧になってる方々だいぶ渡くんのイメージが覆った気がする今の座り方といい、口調といい、 あなた動物と植物に対しての口調と普段の口調全然違うじゃん。あ、一層優しくなるじゃん。優しい人間なので、私語りかけてはないですよね。あ、語りかけてはない、ないないね。まあでもこういうそうね、喋ってはないんですけど、まあ、いつもこうやって見てる感じだね。じゃあ葉っぱ同士がちょっとこう重なって影とかになってたら嫌だなと思って、こうちょっとあの葉っぱ同士をどけてあげたりしてそういうことでこう一個一個見てると、まあ5分以上は経ってるよねっていう話そういうことはやっていて、まあ地味に確かに癒されてるかもしれない。育ってる感覚があるから、育ててる感覚はある。だって毎日成長しとる。わかるんだ。わかるわかるわ。植物なのに。そう、わかるんですよ。なので1日5分も見てたら植物はいいぞっていう、ファーム、ちょっと窓辺とかでやったらいいんじゃないですか、みんな。結構スーパーで買ってきたバジルとかもそのまま瓶に入れとけば根っこが出てくるからさ、あの水入れて、それをちょっと根っこがちゃんと生えてきたら土に植え替えたりとかするっていうこともできますんで。私お家にサボテンあるけど、ね、サボテンアリーのあと水槽の中にタイガーサラマンダーと、ね、あの植物なってるけど、うん、見ないね俺。見ないんだ。まあサラマンダー動いてるから。あ、そうだね。まあ、なんかこうやってやってるわと思いながら。確かに、ね、最近。それこそ癒しになりそうだけどな。でも気分転換ではない。あ、なんかまあ日々、まあ、そこにいるから、まあ、そのなんかもちろん愛着持ってるんだけど。うん、5分以上俺タイガーサラマンダー見てたら怖えよなんか。あ、そうなんだ。餌やりがあるからさ。あ、その他の言う水やり、私があるから、餌やりの時はまあなんか多分こう
可愛いなと思いながら上げてるけど、よくなとかやってるけど、うん、ずっとこうやってさやってたらさ、いやでもいいんですよ、いいんですよ、人それぞれだからね。そうですね、私はいつもそうやっていますね。それが1日、まあ、2回はあるね。まあ、まず 朝起きてきたらまず見に行くじゃん。散歩と一緒よ、そっちの散歩と一緒よ。俺もなんかそのまま外よ、あ外行ってベランダ、ベランダよ。それで見てでコーヒー沸かして、水あげあげて、夕方ぐらいちゃんと一日日を浴びてさ、はいはい、なんか今日も一日日を浴びて成長してるかなっつって、まあ、そんな成長はしてないんですけど、一日っていうか半日じゃ、うんうん、次の日になるとやっぱりね気づいてくる、伸びてくるわ、あやっぱ伸びてるわと、やっぱ昨日よりでかいわって。いやー聞きましたか皆さんそんなことはしてるかな。だからまあ食うってことも目的だけど、ていうかまあそれが主の目的だけど確かに単純に楽しいっていうこともね確かにある、育てる楽しみと、うんうん、そうだね。あとはでもベタっちゃベタかもしれんけど、香水をつけるとか、まあ、このお香を炊くとか香り系、何かこう気分を変えるっていうか、毎日絶対するかシャキッとさせる効果のあるお香とか、そういう感じなの、なんかもうそれはね、もう場の香りを変える、その時に嗅ぎたい香りっていうか、うんうん、結構いろんな香りを私は、ま、回して使ってるっていうか、うんうん、これって一本決めてるわけじゃなくて、うんうんうん、結構まあうちの取扱いブランドも含め、うん、自分で個人的に変わってるものとかも含め、うんうん、まんべんなくっていうか、わりかし使うので、うん、本当その日によってかな、うん、今日こういうのつけようとか、うん、気分によってだね、うん、付け替えて、そうするとなんか久しぶりにつけるからさ、何十種類もあるとやっぱり久々につけるわけ、うん、だって1日1個つけてたってさ、1ヶ月でも30種類しかつけられないわけだからさ、そう思うとそれ以上持ってる人だったらさ、2ヶ月ぶりに使うやつとかもあるわけ、うんうんうん、とか思うと毎回新鮮っていうか、飽きるってことはまずないわけ、うん、なるほどね、あこれこんな香りだったっけ、こんな いい香りだったっけみたいな、うんうん、まあ、それでシャキッとするというよりはハッピーな気持ちになるっていうか、それで結構気持ちっていうか、なんか軽くなるっていうか、いい気分になるっていうか、うん、なんか脳でもなんか切り替えが起きてるのかもしれないよね、その環境の香りが、うん、それは刺激が変わるとね、あるかもしれない。確かに香水結構豊富に持ってる方は頻繁にもしかしたら振ってるかもね、その空間に、うん、もう僕みたいに何十種類とかも持ってなくても、自分のお気に入りの香りをね、うん、まとうとかっていうのでも、その香水って外に行くとき、外出するときにつけるだけじゃないんで、ないっていうか、うん、家にいて自分しかいないときに一人でつけてもいいというか、うん、まあ、それこそ本当になんていうの、ご自愛っていうか、うんうんうん、自分をめでるっていうか、自分のために楽しんでいる、うん、結構ラグジュアリーっていうか、はい、贅沢な趣味というか楽しみなのかなって思うからさ、うん、なるほどね。ちょっと確かにその視点はね、私はなかったですよ。やっぱ香水つけるってなったら外に出るから、そうだからぶっちゃけその外出なくても全然使うし減っていくわけよ、香水好きな人、なんでそういう風に使うともっと楽しめるんじゃないかなって気がする、ね、なるほどね。なので寝る前に、うん、香水をつけるとか、ね、うん、その寝香水っていう言葉とかもあったりするんだけど、外に行くためじゃないっていうか、うん、まあ、そういうのも含め家でも香りを楽しむっていうのはいいんじゃないかな、リフレッシュにもなると思うし、うんうん、気分転換ね、ハピーゴラッキー、ハピーゴラッキーそれはもう最高に、もうね、気分転換になるよ、ね、頭溶けるぐらい美味しいから、あ、まあ、美味しいものを食べる、私たちが紹介した過去動画の、私たちのおすすめのご飯屋さんで紹介した、うんうん、私のお家のまあわりかし近所にあるハッピーゴラギっていうメキシカンレストランで、まあブリトーもしくはエンチラードを食べると、うん、もうそれで心と体が整いますね。外食とか別にしないでしょ。外食もね、まああんまりしないから、まあしてもそれこそ家の近くのくら寿司ぐらいしか行かない、うん、ランチにねちょっと食べるみたいな、うんうんうん、ことかな。あとはでも気分転換なのかわからないけど、うん、なんかこうずっとこうデスクで、はいはい、パソコンとかやってたりさ、編集作業とかいろいろやってると、やっぱなんか体動かしたくなるのから、散歩に1時間出ようとかっていう気にはなれないわけよ。でその時はスーパーに行く、ほんと散歩みたいな感じで、正直冷蔵庫とか冷凍庫も結構充実はしてたりもするんだけど、もしかしたらいいお野菜が、うん、
入ってるかもしれない、うん、なんか別に必要か必要じゃないかでは分かんないけど、うん、なんかあるかもしれないなみたいな感じで、うんうん、スーパーに行くっていうのはちょっとしたリフレッシュにはなってるかもしれないね、うん、掃除、掃除するね俺。例えば動画編集だとかでなんか体も疲れてて動画編集で難しいことじゃないんだけども、その動画編集するにはちょっと頭も体も疲れてるなと思った時に何にも考えずにできる掃除をします。私はディープクリーニングっていうかキッチン周りこう磨いたりお風呂掃除したりだとか、うん、水回りとかもうクローゼットの整理したりだとか結構気分転換にはなってる気がするね。しかもあの部屋も綺麗になるし、まあそうだ、そうそう、何かこう頭使わずにできることをしたりもしますね。なるほどね。それで言うと料理とかはそれに近いかも、ね、あ基本的にはパートナーが料理最近はしてくれるんだけど、たまにしたくなる時はあるか、うん、体動かしたいじゃないけど仕事とは違う何かをしたいっていうか、うん、違うこの脳の作業を働かせるっていうか、ね、そういう時はなんか凝ったものを作るの、それともいつもあのもう綿キッチンじゃないかなっけロンゲキッチンみたいな、まあ、そんなに凝ったものではなく、うん、冷蔵庫にあるもので作るっていう簡単なものなんだけど、普段と違うことしてる感じがリフレッシュになるっていうか、うん、掃除もね、まあ、うちは基本的にはお掃除ロボットかけちゃってるから、はいはい、毎日タイマー10時になると朝始まって掃除してくれたりもするから、うんうん、そんなにこうディープクリーニング掃除機かけてみたいな、うんうん、そういうことはさ基本的にはしないから、うんうんうん、俺はそうだね自動にしちゃってるの、うんうん、今もうちょっと暑くなってきちゃったから最近外出てないけど、うん、あのベランダでパソコンを一日中やるとかもなんかいつもとは違うルーティン、うんうん、ルーティンっていうか景色とかも含めて結構リフレッシュになるなって思うね、うんうんね、いつもと違う刺激があるのがやっぱりいいんだろうね、うん、多分そうなんだろうね。そんなところですか、そんなところですかね、うん、何か参考になったか分かんないですけど、なんかいいあのリフレッシュ気分転換の仕方があったらぜひともなんか教えていただきたいですね、うん、まあそうね、バジル育てるのはまあおすすめってこと、うん、こうやって、うん、見て気に入りめでてあげたら美味しいバジルが、うん、美味しいハーブができると思います。はい、はいはい、というわけで本日のロンゲット坊主のセントオブザデイ、さっきトークしてる時に見えたのかな、どうなんだろう、映像で見えたか分かんないけど、うん、ここでお香を焚いてたんですよ、うんうん、で今気分転換の時にもねお香を焚いたりっていう話をしたのでお香を紹介したいと思うんですけど、うんうん、こちらはサノマっていう日本の香水を出してるブランド、うん、香水ブランドが出してるお香になります、うん、サノマっていうのは渡辺さんっていう日本人の方が始めた日本人のためのフレグランスって言ったらあれだけど、香水ってやっぱ西洋の文化なので香りがちょっときついなっていうものとかも多いのかなっていう印象、そういう雰囲気では全然なくてちょっと日本人がつけても馴染むような、うん、そんな空気感のフレグランスをまあ何種類か出している中の、これはサワラビっていうフレグランスの中でも結構人気の香りなんじゃないかなと思うんですけど、そのサワラビっていう香りをお香にしたものですね、うん、こちらを今まあさっき炊いてたんですけどご紹介したいかなと思います、うんうん、これね香りとしてはそのサワラビっていうフレグランス嗅いだことがある方は分かるかもしれないんですけど、ラベンダーとか、うん、松、うん、シダウッド、あとは青リンゴがちょっと特徴的で、うん、甘いっていうよりはちょっと爽やかさがあるような香りになっていて、お香って結構サンダルウッドみたいな感じでちょっと甘ったるいようなイメージとかもあるのが多いのかなとかって勝手に思うんですけど、これはねちょっと爽やかさがある、うんうん、感じなので、それこそリフレッシュしたい時とかにもそうだね、うん、いいなって僕は思ってるね、うん、こういう風にリラックスしたい時とかに炊いて、これだと25分ぐらい結構長い表示間、うん、1本で持つっていう風になっているので結構ねいいタイムにもいいぐらいの感じっていうかさ、うん、ちょうど休憩みたいな時にもいいぐらいの感じで使えるんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね、一般的なお香とは人は違った香りを楽しんでいただきたいですね、うん、サノマの香水お使いの方とかいれば、このお香もね一個香りを楽しむチョイスとしては、うんうん、いい方法なんじゃないかなと思いますね、うん、はい、はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。またね。